さんで飲み物片手に、かき氷片手に、美味しいもの片手に前の方に集まってください。飲み物持っていらっしゃる方は一旦この時間で飲みましょうかね。え、日差しも強いので一緒にね楽しんでいきましょう。どうぞ前の方に集まってきてください。この後4時30分からメインステージのプログラムが始まります。本日は第30回上関水軍祭りにご来場いただき誠にありがとうございます。また後ほど自己紹介させていただきますけれども、本日のステージ司会進行を担当しますのは FM 山口でパーソナリティをしております山田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか皆さんすごいちょっとね遠慮がちなんですけど、前の方に集まって、あの期待のアイドルグループルリさんこの後登場されますから一緒に盛り上がっていきましょう。そして応援してあげてくださいね。えありがとうございます。ありがとうございます。さあこの時間でルリさんのご紹介少ししておきましょうね。山口美少女図鑑というモデルプロジェクトから誕生したアイドルグループなんです。本格的に開始指導を開始したのは今年の1月ということなんです。その頃からルリさん応援してるっていう方今日どのくらいいらっしゃいますか。あ、やっぱり前の方におられますよね。今日も応援どうぞよろしくお願いいたします。今日初めてルリさんを見るよという方もぜひこの機会に、もしかしたら今後この距離で見ることができないアイドルになるかもしれません。その可能性持ってますので、どうぞ前の方に集まってくださいね。ルリさん応援してあげてください。この後4時30分まもなくしたらこちらのメインステージのプログラムスタートしますよ。いやー、それにしても本当にね、毎年昨年も参加させていただいたんですけれども、西日がねこの時間強いんですよね。小さなお子様連れの保護者の方、しっかりお子さん見てあげてくださいね。体調が優れないお子さんがちょっと具合悪そうだなっていう時には、道の駅で冷房も効いていますので休憩していただくなど、適宜水分補給と休憩を行いながら最後の花火大会まで一緒に盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。後ろにおられる皆さん、この時間に前の方に来ませんか。こういうライブステージは前の方が楽しいんですよね。盛り上がるんですよね。初々しいルリさんの姿、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。さて今会場には続々とお客さんいらっしゃっていますね。この後4時30分からはメインステージプログラムが始まります。どうぞ食べ物を片手に前の方に集まってください。今日はね、席は限定されているんですけれども、有料のバーベキューステージっていうのもすぐそばに、ステージのすぐそばに、設けられているんですよね。バーベキューも楽しみながらぜひステージも楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ前の方、まだお席に空きがありますよ。集まってください。この時間でどうぞメインステージの前、今この時間で集まってください。よろしくお願いします。まもなくしますとルリさんのステージパフォーマンス、そして小学生の皆さんによります太鼓だったり、あとは鹿児島から参戦される中国の伝統芸能天然を合わせたイリュージョニストのステージなども用意されています。そして最後はやっぱりクライマックスは花火大会ですよね。この距離感で打ち上がる花火大会は私初めてです。この向かいからも上がりますからね。今回は場所を変えました。ぜひ間近で上がる打ち上げ花火も楽しんでください。それでは定刻4時30分になりました。本日は第30回上関水軍祭りにご来場いただき誠にありがとうございます。ここからはメインステージ最初のパフォーマンス、最初のステージお届けしましょう。ルリの皆さんのオープニングアクトです。少しご紹介させていただきます。山口美少女図鑑というモデルプロジェクトから誕生したアイドルグループで、今年の1月から本格始動を開始し、今年6月には芸人の安田大サーカスのクロちゃんが主催するアイドルフェスに山口県代表として出演されました。
その出演をきっかけに今後注目のローカルアイドル10選にも選出され、多くのメディアに取り上げられている今話題の期待のアイドルグループなんです。それでは瑠璃さんのステージ最後まで楽しんでください。瑠璃さんよろしくお願いします。
山口美少女図鑑というモデルプロジェクトから生まれたアイドルグループで、普段は県内各地でいろんなところでライブをさせてもらってます。普段ね、そう、水牛、水牛水牛は水牛、すいません、ね、花火とかもさ、いっぱいあるみたいで、そう、屋台とかもいっぱいあるみたいなので、楽しみだね。ちょっと軽く自己紹介させていただいていいですか。はい、じゃあ鈴からお願いします。はい、市村鈴鹿です、よろしくお願いします。はい、須田真帆です、よろしくお願いします。はい、セライトです、よろしくお願いします。はい、市村彩香です、よろしくお願いします。今日めっちゃ暑いけど皆さん大丈夫ですか。一番みんなパタパタしてるけど、パタパタしながら水分補給しながら今日はライブを楽しんでてもらえればと思います。じゃあ早速次の曲、はい、次の曲は私たちルビーが 先月リリースされた曲になります。デビュー曲になるので聴いてみてください。それでは聴いてください、バック。Night
ね、声も出してくれてね、みんなクラップもしてくれてありがとうございます。嬉しい。今日はね、花火大会ということで、はい、ちょっと距離遠くない？大丈夫？そう、今日花火大会ということで、ルリでね、みんなで見る花火大会は初めて、ね、なんですよ。超楽しみ。楽しみ。超ずっと言っとったもんね。めっちゃ楽しみ。でね、今日はね、なんかバーベキューとかなんか屋台もねいっぱいあるみたいで、ルリもこの後ね、皆さんと一緒にね、お祭りを一緒に楽しめたらなと思いますので、はい、皆さん今はルリで盛り上がってもらって、あとは屋台、屋台花火で盛り上がってもらう形でやっていきますよね。はい、暑すぎて、そう、日がねすごいでしょ、みんな。本当暑さやもん。みんな扇風機持ってる人おってな、途中で借りようかと思った。もうマイクじゃなくて扇風機持ってちょっと貸してくださいって、ね、貸してもらって言おうかと思ったけど、嫌われるかなと思ってやめた。嫌われる前にちょっとじゃあ次の、はい、次の曲いきますか。はい、じゃあ最後外れたと思う。みんな一旦こうやってやってもらう。 ありがとうございます。気持ちが伝わってくる。ありがとうございます。最後の曲、はい、いきましょうか。はい、それでは最後の曲聴いてください。レベル